私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー、氷川きよし女子スイッチが入ります。ライブ衣装がアリアナグランデに完全一致と話題。歌手の氷川きよしさんが披露したコンサート中のビジュアル写真が米国の歌手アリアナグランデさんを思わせるなどとして反響が集まっている。アリアナグランデそっくり、氷川きよしのライブ衣装。氷川さんは2021年9月11日に都内で、フォックスコンサート、氷川きよしアワーやレリーストゥ2021を開催した。強めめの女子スイッチが入ります。氷川さんは同日、コンサート終了後にインスタグラムを通じ、You are you, thank you, とお礼を綴り、コンサート中の自身の写真を公開した。写真の氷川さんは、ロングの髪の毛をポニーテールにしており、懸賞のついたきらびやかなボディスーツとニーハイブーツを着用。レザーの椅子に座って熱唱している。さらに氷川さんは12日にもインスタグラムポストを投稿。上衣装を着たコンサート中の写真とともに、オープニングからのこの衣装の流れでグラマラスバタフライの締め、ここの流れが自分は大好き。私は私って魂の叫びとパンチの効いたかなり強めめの女子スイッチが入ります。W と感想を綴り、今日はリブの地の最高の達成感と孤独感と心境を明かした。演歌歌手としての活動中とはまた違った一面を見せた写真に、ネット上では、アリアナグランデじゃ、ん?アリアナグランデに完全一致。綺麗すぎる。といった声が集まっている。この画像は私を覚えています。氷川きよし喧嘩バイトンカー挑発ポーズの音楽のヒオフショットに反響。歌手の氷川きよしが自身のインスタグラムを更新。同日放送された音楽番組音楽の日 TBSK のオフショットを公開し、イメージと違う強そうなポーズが注目を集めている。氷川きよし、女子プロ選手みたいに強く見える、オフショット。氷川が、喧嘩バイトンカー。ああ、W やんに合わない W、と投稿したのは、黒ずくめの衣装を身にまとった氷川が大股を開き、メンチを切るようなポーズでカメラを睨みつけるソロショット。続けて氷川は、女子プロ選手みたいに強く見えるわー。実際はめちゃくちゃ弱いです W 歌うと強い振りをします。とお茶目に綴り、美しい座り姿勢で笑う別カットも披露した。また別の投稿では、あたし歌詞を忘れてしまいました。あまりの緊張と迫力の花火に負けてしまい、申し訳ございませんでした。と、経線柱に片足を乗せたポーズを決める自身のソロショットを投稿。黒を基調とした衣装で佇む横顔が美しくクールな一枚だ。この日、音楽の日で瀬戸大橋に打ち上がる花火をバックに、限界突破×サバイバーを熱唱したものの、花火のあまりのド迫力に歌詞が飛んでしまったことから反省して、今日はご飯抜きです。またリベンジします。と伝えている。続いて、素晴らしい番組に大好きになった岡山県下津聖光、地元の皆さん、熱い拍手を本当にありがとう、真心に感謝。と綴った氷川。この投稿には、すでに 2.4 万を超えるいいね、が寄せられている。彼女はすべての CM で美しいです。氷川きよしファンが、米倉涼子そっくり、とうなるほど極めたビルックス。本当に綺麗で神の、領域。マスクをしていると米倉涼子さんにも見える、は、興奮気味に感想を語り合う中年女性のファンたちが、熱い視線で見送ったのは、芸歴21年目のベテラン歌手の氷川きよし、43歳。日に、2月から延期されていた、氷川きよしコンサートツアー2020の2021ケラネバーギブアップから、終えて、帰路に着くところを、大勢の熱狂的なファンが出待ちしていた。氷川を古くから知るあるスポーツ紙記者は、化粧が変わったこともあるのでしょうが、ここ数年はいつにも増してというか、年々美しさが増してきています。確かに、ファンの間では米倉涼子さんにと言われたり、
男女の性別を超越した美しさと評判になっています、と話す。この夜の帰宅時も、全身真っ白のゆったりした服装に、胸元にキラリと光るネックレス。足元はシャネルのサンダルと、一目でわかるスタールックス。別格の存在であることを証明していた。1月放送の有吉ゼミ SP 日本テレビ系でも最近は野草にハマっていて美味しいのがいっぱいある。野草ソムリエを目指しているんですよ。と個性的な美容健康法も明かした氷川。5月23日放送のトーク番組おしゃれイズム日本テレビ系にゲスト出演した際にはマックのクリームシチュー上田晋也51歳から前回出演の9年前から若さが変わらないことを指摘され、やっぱり美しくいたいっていう気持ちがすごくある。年齢とともにちゃんと努力をしていかないと、とこだわりを垣間見せた。前出のスポーツ上記者は、やはり2019年大晦日の紅白歌合戦で、龍の頭に乗って、ハードロック調のアニメ、ドラゴンボール調の主題歌、限界突破×サバイバー。を黒のボディースーツ姿で披露した頃から明らかにキャラが変わりましたよね、と振り返る。デビュー20周年の直前頃から美しさを追求し、美容にこだわりを持つ素顔を明かすようになり、それまでの演歌王子から脱皮してジェンダーレスな魅力を放つようになっていった。ある芸能関係者は、それに伴ってメイクや見せ方も変わって一定の新境地。従来のファンも離れるわけではなく、氷川さんの生き生きした活動に、むしろ応援により熱が高まっているわけです、と解説した。この夜のライブも、美空ひばり風ドレスにタキシード、侍風の和服にピンクと白のステッキ&ハット、黒のボディースーツとまさに七変化だった。公式インスタグラムでも美しさにこだわったカットが確認できる。芸能界を何周も回って、今、最も最先端なところにいるアーティストと言えるのかもしれない。近く私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。